平方市立藤坂小学校は、大阪府平方市藤坂南町一丁目にある、公立小学校。地域の宅地開発による児童増加に伴い、従来の平方市立菅原小学校、平方市立宅地山小学校の2校の校区を、分離再編し、1981年に現在地に、新設開校した。校章は、藤坂の文字を包む上富士、上り藤。 富士坂に育つ子らが元気に、たくましく、仲間と共にすくすく育ってほしいと願う気持ちが込められている。規模、構造、教室棟、管理棟、敷地面積、19232平方メートル保有教室、普通教室30室、特別教室5室体育館、1プール、大プール1、小プール1給食調理場、 一ね1981年4月1日、平方市立藤坂小学校春光1981年8月1日プール、春光1982年2月10日、創立記念日、校歌制定発表会1987年9月30日運動場全面、改修整地完了1989年3月31日のオ倉庫。 完成1991年3月31日飼育小屋完成、焼却炉改修完了1999年2月15日放送設備、全面改修2001年4月1日通学区域の変更により、長尾谷町3丁目が通学区域となる2002年12月焼却炉撤去2003年3月、教室胸屋上、北側外壁補修、 塗装工事完了2004年6月正門電気、オートロック設置2005年12月、平方式喫茶店にて、教育長賞受賞2007年4月通学区域の変更により、藤坂天神町が通学区域となる片町線藤坂駅西へ約400メートル。平方市立藤坂小学校平方市、ホームページ学校紹介学校概要。 P2 学校概要 P3 学校概要 P6 枚。ガタ市立リ藤坂小学校平方市ホームページ。ありがとうございます。